ヒラノシ新たなる舞台への一歩、ダンスの才能を活かす新会社設立。観客を魅了し、ジャニーズのスーパースターとして輝いてきたヒラノシ26が、が新たな舞台に挑むための準備を進めています。彼は新しいプロジェクトに向けて、株式会社仕様を設立し、その中で驚きの計画を秘めています。 本記事では、平野耀の新たなキャリアの舞台裏に迫り、ダンス教室の先生としての一面を明らかにします。音楽関係者によると、平野耀は戸べとの合流を発表したばかりでなく、自身が代表取締役を務める株式会社仕様を設立しました。この新会社の目的には、アーティストのマネジメントやコンサートの運営が含まれていますが、 特筆すべきは以下の項目です。ダンススクールダンススタジオの運営及びダンスインストラクターの要請及び派遣。これは平野市要が自身の高いダンススキルを活かして直接ダンスを教える機会を提供することを示唆しています。平野は幼少期からダンスに情熱を注ぎ、地元名古屋のダンススクールで才能を開花させました。 弟のクさんと共にダンスの大会に参加し、その実力は名古屋で有名でした。スクールの先生からは、10年に一人の逸材、と称され、幼児たちに楽しくダンスを教える姿勢は、親御さんたちからも高く評価されました。この時点で平野は、指導者、としての素質を示していました。ジャニーズ時代の仲間たちからも、平野のダンスへの信頼は厚く、 キングピンスのメンバーに対してもダンスを教える機会が多くあり、仕様は教え方がうまい、と言われていました。戸部の担当者は平野のダンススクールについての詳細な情報を提供しませんでしたが、平野の努力家の一面は以前のインタビューで明らかになっています。彼は多い時は1日7時間練習してました。 性格的に冷めやすかったんですけど、ダンスだけは冷めなかったんですよね、と語り、練習への情熱を示しました。結論。平野市用が株式会社市用を設立し、ダンススクールやダンスインストラクターの養成に関わる新たなプロジェクトに取り組む決断は、彼の多彩な一面を示すものです。 彼のダンスへの情熱と指導力は、後進の育成にも活かされることでしょう。ジャニーズ時代の輝きとは異なる新たな舞台で、平野紫耀がどのように輝くのか、ファンたちは期待と興奮に胸を膨らませています。読者への挨拶、平野紫耀の新たなステップについてお伝えする機会をいただき、ありがとうございます。 彼のダンスへの情熱と指導力が新しいプロジェクトでどのように発揮されるか、共に楽しみにしましょう。平野の仕様の輝かしい未来に期待し、彼のサポートを続けましょう。